はい、それでは質問ある方お願いいたします。はい、NHK の井です。はい、日銀の金融政策について伺います。日銀は今日までの金融政策決定会合で現状の金融政策の維持を決めました。受け止めをお願いします。一方アメリカ FRB は利下げに踏み切っていますが、日米の政策の方向性の違いは金融市場にどのような影響を及ぼすのかと。はい、今週の金融政策決定会合において、日銀はこれまでの金融市場調節方針を維持することを決定したものと承知をしております。決定内容の詳細等については植田総裁が記者会見で説明をされていると承知をしており、私からコメントすることは差し控えますが、日銀には引き続き政府と密接に連携を図り、経済物価金融情勢を踏まえつつ 2% の物価安定目標の持続的安定的な実現に向けて適切な金融政策運営を行うことを期待をしております。また9月17日18日に開催をされた米国 FOMC において政策金利の引き下げが公表されたことは承知をしております。日本の金融市場実体経済に与える影響についてはさまざまな経路を通じたものがあるため、一概に申し上げることは困難でありますが、政府として引き続き注視をしてまいります。TBS の渡辺です。岸田総理と IAEA の事務局長との電話会談について伺います。岸田総理は先ほど IAEA のグロッシ事務局長との電話会談後、記者団の取材に応じ、福島第一原発の処理水放出に関する中国による日本産海産物の輸入規制について、中国側は日本産水産物の輸入規制措置の調整に着手をし、基準に合致した日本産水産物の輸入を着実に回復させることになったと述べました。両政府間での着実な輸入再開へ向けた合意とのことですが、今回の中国側の対応の変化に対する日本政府の受け止めと評価をお聞かせください。はい、我が国として今ご質問いただきました中国側の認識の変化についてはですね、評価する立場にありませんけれども、中国との間でもこれまで事務レベルでですね、協議を続けてきた結果、本日までに一定の認識を共有するに至ったものであります。日本側からアルプス処理水について追加的なモニタリングを行う用意がある旨を伝達をし、一方で中国側は日本産水産物の輸入規制措置の調整に着手をし、基準に合致した日本産水産物の輸入を着実に回復させることとなりました。我が国としては規制の即時撤廃を求めておりまして、追加的なモニタリングの実施を踏まえ、当然日本産水産物の輸入が着実に回復されるものと認識を理解をしております。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。